ノムさん、こんにちは。こんにちは。前回、ノムさんに大手4社のビールを飲み比べしてもらいましたけれども、アサヒスーパードライをいただきます。うまい。いつも通り。キリンですよね。本当、居酒屋によるよね。ああ、でも違うな。あ、香りが？ピリッと感がキリンの方が弱いです。喉越しも弱い。あ、でも美味しそう。キレがない。苦味が残るんだけど、なんかどうだろうな。これ好みだと思いますね。あー、でも美味しそうですね。どうです？女子供が飲むビール。これ好きなおっさんいる？やっぱりノムさんはアサヒスーパードライが大好きですね。当たり前ですよ。アサヒスーパードライのビールサーバーが置いてある食堂の息子なんで、これを見て育ってますんで。今回はですね、昨年2023年にサントリーが新作で出したビールを持ってきました。なるほどね。生きれば生きるほど生ビールはうまい。ついにサン生の夏が来た。ノムさんが大好きなアサヒスーパードライと飲み比べてみてください。かしこまりました。挑戦者ということですね。そうですね。前回サントリーが最下位だったので。プレモルね。はい、うん。このサントリー生はスタンダードビールなんだよね。俺が愛して愛してやまないアサヒスーパードライに勝つのは難しいと思いますが、飲み比べてみましょう。とりあえずアサヒスーパードライで乾杯しますか。これそれではね、365日中300日以上飲んでいるアサヒスーパードライをいただきます。乾杯。乾杯。うまい。いつも通り。期待を裏切らない。たまには裏切れよ。最高かよ。いい飲みっぷりですね。でしょ。今も飲んだけど、寝る前も飲むから。うん。寝る前にスーパードライを飲んで、歯磨くじゃん、うん。その後にまた飲んじゃうんだよね。ダメじゃないですか。もう一回歯磨かないとね。それくらい病みつきになると。このピリッと感なんですよ。スパイシー。いいですか？よく聞いててくださいね。はい。スーパードライはね、ガツンとくるんですよ。その後に、シュッ、ガツンシュッ。このガツンのところがピリッと感なんですよ。シュッのところが喉越しとキレ。絶妙なバランス。もういい加減さ、次回の CM は俺にした方がいいよ。今まで CM に出た芸能人、俺よりもスーパードライが好きかね。ああ、でも CM 狙ってたんですね。それではね、サントリー生ビールね、行ってみましょう。はい。トリプル生って書いてありますね。これさ、アサヒスーパードライを愛しすぎてるじゃん。うん。だから、新作のビールを飲んでも、どうせ勝てねえだろって思っちゃうんですよ。そういう固定概念を捨てて飲む。もし、アサヒスーパードライにサントリー生が勝てたらね、明日からは毎日これを飲みますよ。こっちの方が美味しかったら、妻に電話するわ。明日からこれにしてくれって。なるほど。うん。なるほどね。うん。サントリー生に全神経を集中させます。はい。ごくごく飲んだ後に、速やかに感想をお伝えします。はい。乾杯。乾杯。うまい。けれども、普通。おお。ちょっと甘いのかな。ああ、全然違うな。やっぱり。やっぱりか。ああ。キレとかない感じですか？あるんじゃないですか？キレも喉越しもあります。ただね、特徴がないですね。なんか薄いのかな。飲みやすいですよ。俺には全然物足りないですね。
これから初めてビールを飲む若者にはいいのかもしれないね。おっさんじゃないんじゃないの、このビールはね。もう一回いいですか。泡が多いかもね。なんも来ない。ジュース？ジュース？ジュースですか？多分さ、オーソドックスすぎる。特徴が全くないんだよね。じゃあ飲みやすさを追求しすぎたんですかね。飲みやすさを追求しすぎて、飲みやすさしかない。あ、そうですか。やっぱり俺ね、ピリッと感がないビールはダメかもしんない。さっきも言ったけど、ピリッと感がガツンときて、シュッとくるじゃん。うん。ガツンシュッ、うん、じゃん。サントリー生は、シューって感じ。脈打ってないですね。そうですね。ガツンシュッ。うん。シュッ。あれみたいな感じ。なるほど。あ、今の俺の表現、正しいと思いますよ。サントリー生なんだけど、喉越しも、キレも、いいんですよ。同じくらいいいんですよ。ただ、喉越しとキレが、際立たない。なんでかわかる？あのね、いいですか？飲み込んだ時の感じね。うん。わかる？ガツンと来るからこそ、喉越しとキレが際立つんですよ。なるほど。何にやげてんの？いや真剣にやってんだけど俺。好きなんだなぁと思ってスーパードライ。なんかね、喉越しとキレだけあってもしょうがねえなっていうのが、そかそか。わかった。うん。それを分からせてくれるビールが、うん、サントリー生。そういうことですね。うん。勉強になりました。うん。退場。退場って退場。まだ残ってますから。とっとと帰れ。退場。ひどいわ。好きですね、スーパードライが。ごくごくごくって言ってるでしょ。うん。ごくごくごくのたんびに、ガツンシュ、ガツンシュがあるんですよ。なるほど。ガツンシュの繰り返しなんですよ。うんうんうん、で、これはね、起承転結なんですよ。うん、ガツンシュ、起。焦点結。うん。バカにしてんの？一緒だよ。いや、わかりやすいなと思って。だから、ごくごくごくのたんびに、起承転結、起承転結、起承転結。わかった。はい。何笑ってんだよ。いやいや。ふざけんじゃねえよ。人が真剣に話してんのよ。勉強になりました。はい。こっちはね、サントリー生ですか？起承転結がないんですよ。気がないんですよ。劇場型。オペラ座の怪人。名作じゃないですか。それに対して、こっちはね、学芸会の桃太郎かな。なんか、きび団子渡したらついてきたみたいな。なんかそんな感じですよね。そういうこと。こっちだな。圧倒的にこっちだな。オペラ座の怪人。一応継ぐけど桃太郎継ぐけど ガツンシュシュルルルルルルル失速してんじゃないですか。多分ね、喉越しと切れ悪くないです。悪くないんだけど、それが際立たないんだよね。こっち際立つんだよね。ピリッと感との絶妙なバランスで際立つんですよ。躍動感があるんですよ。もはや、挑戦する資格すらないかなっていう。飲み切りましたね。スーパードライ劇場。オペラ座の怪人。キリンラガーに似てるかもしれない。キリンラガーより飲みやすいとは思うけどね。まあ、サントリーの名誉のために言いますけど、うん、女の人気が出るかもしれないですね。あ、もしかしたら。女性人気、うん。ビール入門編って感じですかね。ただね、これからビールを初めて飲む若者に言いたいんだけど、アサヒスーパードライって、辛口って書いてあるじゃないですか。はい。缶のデザインも、なんか、いかついじゃないですか。だから、飲みにくいイメージがあるかもしれないけど、決してそれはないです。ピリッと感があるんだけど、飲みやすいんですよ。一瞬のガツンとくるピリッと感が瞬時に消えるんで。
だからね、本当のビールを飲みたければこれを飲んだ方がいいです。サントリー生と飲み比べれば余計にアサヒスーパードライの素晴らしさがわかると思います。そういう意味で買った方がいいと思います。なるほど。ごめんなさいね、サントリーさん。最後まで飲まない。ああ、まあね。なんかビール飲んでると唐揚げ食いたくなるね。あ、そうですよね。あ、やべ、忘れてた。飲むさん、ごめんなさい。おつまみある。あ、いいじゃん、いいじゃん。ジャーキー。あ、忘れてた。ジャーキーカルパス。2本飲み切った後に遅くないですか？すいません、忘れてた。ごめんなさい、今の唐揚げで思い出しました。いや、でもここまで差が出るってな。うん、まさにこれ。ジャーキーカルパス、うん、まあサラミだよね、はい、サラミとバッチリ合うのは完全にアサヒスーパードライ。なるほど、うん、ダメダメ、これダメ、対アサヒスーパードライ。すいません、出すの遅くなって。あ、もう絶対これ、うん、残りちょっとでいった。まあ今日は以上です。勉強になりました。はい、うん、うまいはうまいですよ。うん、うん、じゃあ、また違うビール探してきますよ。ですね。ただね、俺の体が、もはや、アサヒスーパードライに染まっちゃってるような気もするんですよね。何が来ても、太刀打ちできないんじゃないかな。いやー、なんか探したいですね。スーパードライに勝てるビールを。少なくとも、最低限、ピリッと感が欲しいんですよ。ただ、そのピリッと感と絶妙なバランスの喉越しとキレ。うん。喉越しとキレが、これ以上でも以下でもダメ。じゃあ、スーパードライじゃないですか。たまに苦味の深みがある札幌黒ラベルに浮気はするよ。うん、男だから、はい。男だから浮気はするよ。うん、でもね、本妻には勝てない。なるほど。それでは、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。